日本福岡県北九州市八幡西区、オ尾オ,オ,オは福岡県北九州市八幡西区の地名及び地域名、北九州市の西端にある市街地である。オリ尾オ駅の東側には堀川が流れており、その周辺には古い町並みが残っている。一級河川である恩賀川を基軸とした流域河川生活圏域の中心都市であり、古くから栄えた。 町明としては大技折尾及び折尾一丁目から五丁目までのエリアであるが折尾駅を中心に形成された界隈を指す故障として用いられることが多い。また行政上は八幡西区役所折尾出張所管轄地域の総称として用いられる。駅の西側は学園大通りが南北に伸びており沿道には多くの学校が存在する。 北九州きっての学園都市として認知されており、周辺には大学、短期大学、高校、専門学校などが数多く立地し、隣接する若松区、響野には大学院や研究機関の集積する北九州学術研究都市も整備されている。北九州市内はもちろんのこと、周辺市町村からも多くの学生が通学しており、 オリオ駅構内や周辺地域では、高校生や大学生を多く見かける。また県外から、オリオ付近の大学へ来ている学生も多く、それに伴って、学生向けのアパートも多く見られる。大学短期大学専門学校高等学校、中学校小学校その他かつて、オリオ4丁目にあった、オリオ公園東西に通る JR 鹿児島本線と、 南北に通る JR 筑豊本線が折尾駅で交差している。黒崎駅から東水巻駅に向かう短絡線上にもホームが設けられている。また、かつては西鉄北九州線のオリオ電停があったが2000年に廃止された。国道199号は市街地西側で国道3号に合流。ありがとうございます。